親やリウム。はい、ということでどうもあの日の少年でおやじリウム続きからやっていきたいと思うんですけれども。まあね、見てわかる通り、結構またプライベートでありまして、施設が大,大幅ってわけじゃないんだけど、結構ね、変わったと思う。まずね、これ見てわかる通り、この水槽の中に滝ができたんだよね。いや、これね、頑張ったよ。これダイヤが今1936ってあるじゃん。これ9000円するんだよね、この滝。 これ頑張って貯めて買いましたね。いや、素晴らしいシステムだ。で、この水槽レベルっていうのかな。これもね、めちゃくちゃ上がって今14。前回多分動画にした時は9ぐらいだったから、あれから5ぐらい上がって、まあもう最強の水槽って感じのレベルまで上がりましたね。ただそれと、それを犠牲にしてっていうわけじゃないんだけど、ちょっとね、この滝をつけたことによって満足感を得て、まあ3、4日 もしかしたらもっと経つかもしれないけど、かなり、放置してたんだよね、このゲーム。そしたらね、僕のお気に入りのね、いろいろな親父がね、死にました。とりあえず餌やろうかな。いつも通り。餌もね、これ、前回の動画では焼き魚までしかあげれなかったんだけど、ステーキを解放あげれるようになってですね、これ素晴らしいですよね。はい。 これ、ステーキは素晴らしいよ、やっぱり。ステーキ素晴らしい最高はい、焼き魚もあげようかな。ここら辺に焼き魚もあげてと。とりあえず餌をね、いろんなところに。あ、ちょっとお金足りねえな。野菜とかにしようか、ここら辺に。おいし。でね、餌もね、前までは、3箇所までにしか置けなかったんだけど、レベルが上がって4箇所置けるようになるっていうね、素晴らしいシステムになりましたとよ。 ここに、餌もやって。いやー、充実してる <laughs>。あー、そうそうそう、動物も結構、動物じゃねえよ。親父も結構増えましたよ。これとか見たことないんじゃないサイオヤジ、俺も見たことなかったわ。おー、でもすごい。あ、ほんとだ。なんか親父の顔に、サイの角がついてるんだ。もう解説いらねえな、もう <laughs>。見た目が、そうだもんな。あー、すごいすごいすごい。サイオヤジね。 とか、トーカーいるよね。あとはこっち側にもいるよな。なんかね、やば、やばいやつ前いたんだけどな、この前。あ、ちょっと待って、こいつ見たことないかも。ブロコリーヌだ、ブロコリーヌすごいな。だって動物でもさ、植物のようなもう。食べ物に、こう、親父が寄生するという珍しいタイプだよね。<laughs> うん、すごいな。キモいけどね。 ま、すごいっすよ、寝てる。<laughs> この誰かが、だ、誰が履いたかわからない靴の横で寝てる。切ったね。まあ、この中で一番珍しいやつがいるとすればこいつかな。多分このキリン親父はまだ見せたことないと思うんだけど。まあ、こいつかな。今一番でかいやつはね。なんかうちっと動いてるな。 でもすごく平和な、ま、あのー、水槽で僕は安心してますね、やっぱり。やっぱ平和が一番だからさ。このゲーム、基本何も起こらないんだけどね。あ、牛とかもいるわ。牛は、でもいたよね、前回も。あれからまだ生きてます、牛は、奇跡的に。でも俺のお気に入りだったタートルオヤジっていう、緑色の親ヤジがいたんだけど、あれはいなくなりました。 ちりとなって消えました、今、密かな目標を立ててて、この図鑑親父図鑑で、このシルエット紙、あ、不思議っていうのがあるんだ。待って、俺、この不思議の欄知らなかったけど。え、これ、こういうレア度が高いやつがい,いたりすんのかひょっとして。すげえキモいけど、これ。首長くてキモあ、こういうの目標に立てて、生むの楽しいかもしんないね。 こういうやつらまだ一匹も、そっか、不思議のラン一匹もいなかったんだ。まあ、いいや <laughs>。この親父図鑑で、その不思議よりも、この魚介の中で、こいつ俺、今こいつが欲しくて、この、仮面ライダーの敵にいそうなマジでキモい。マジでキモい。多分、エビを、多分、エビをこう、シレットにしたなんかすげえやばいおやつなんだけど。こいつの、こいつを、 とりあえず産みたくてさ、頑張ってるんだけど、まあ、生まれてねえよな、見た感じ。あ、ちょ、っと待って新しいの、あ、そうだそうだ、こいつもいたわ。このバナナール、バナナールね。バナナをこう、擬人化した化け物なんだけど、こいつも結構珍しいんじゃないバナナを、擬人化したらこうなるんですよ、皆さん。バナナを人間にしないでください、皆さん。<laughs> これは僕からのお願いですね。というわけでね、することがないんですよ、正直。ひた、ただひたすら待つっていう。餌を、餌がなくなったら餌あげて、あとひたすら待つっていうことしかいないんだよね、やることが。まあ、早く新しいの生まれないかなって、思いますよ。 待って、ちょっと待って。よく見たら新しいのいたわ。こいつ見たことねたまたま、たまたま見たことない。すごい、たまたまいるよ、たまたま。きん、銀玉。たまたま、たまたまどこ行ったたま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 、たまたま、あいたいたいたまたま。ダンゴムシに、ダンゴムシじゃない、たまたまこれ。なんでダンゴムシに行っちゃうのたまたま。おい、お前だ、たまたま。なんでダンゴムシに行っちゃうのちょっと待って、たまたまに行けないんだけど。ちょっとたまたま。たまたま、たまたま たまたま、うん、すごいな。すごい下ネタ言ってる感じになっちゃう。まあ、たまたまいいや。こっからでも見れるし。このたまたま、ちょっとサボテンに似てるから、間違っちゃうけど、ちょっと似てる、似てるけど違う種類の親父もいたりするんだろうな、多分。岩親父とかもなんだかんだ生きてるしな。岩親父なんて結構序盤にいたやつだからな。 序盤で、まだ、生きてるやつって結構珍しいんじゃないか怪我した親父とかね。これ、ただの怪我した親父だから。全然なんと、ただの親父ですから。そうそうそう。これ一つ分かったことがあるんだけど、タヌキは夜行性っぽくて、このタヌキ親父ね。夜の間にい、いろいろ行動したりするの。だから、夜の時はね、目がめっちゃ光るんだよね。 ちょっと今、映し忘れてたけど、夜になったらもう一回たぬき親父を見に行こう。この競技競技の欄の、が一応全部解放されて、水泳っていうのが多分新しく解放されたね。まあ、正直、水泳あんま得意じゃないんだけど、まあ、せっかくなんでやりましょう。競技性あるわけじゃなくて、これタッチするだけだからね、正直。 おい、なんかすげえ負けてない俺も、まあ、すげえ負けてるんだけど。何してんだお前。負けてるじゃねえか。はい。いいよいいよ、今回いいんじゃない？今回いいよ、スパートかけて。はい、いいです。ちゃんと取りました。今回は無念を晴らせました、ということで。まあ、これに勝つと一応お金がもらえるのでね。ラッキーと。で、一番得意なのがこの紐登りなんだよね。 ひものぼりはレベル12までできるようになってるからね。これも岩親父です。基本僕は岩親父しか使えません。さあ。に。いスタートいけあとスパート、スパートかけろよーしよゆー、余裕。いじるでしょ、これは。まだ圧倒的だな。ま、あ圧倒的です。よしよし。これで一瞬でもうダイヤ1754までたまった。素晴らしい。素晴らしいよ、僕は。 よし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 。だとね、まあそうだな。終わりです、これで。狸の様子を見てほしいんだけど、狸がそろそろ山から降りてくると思うんだよね。ほら見てみんな狸が見えるかなここの。この狸軍団。目光ってんだよ、狸軍団。ほらほら。めちゃくちゃ目光ってるでしょ。山から降りてくんのよ。狸軍団は。こんな風にね。ほら、明るくなると、 ほら、目、引かなくなってくるでしょ普通に戻って山に戻って寝るの。こういうのよくできてるよね。なんか夜行性とさ、その昼に活動するやつの違いとかをちゃんと分けてんの、地味にこのゲーム。ただ単の肝ゲーってわけじゃないんですよ。<laughs> なかなかね、こういうのを知ると、すごいなって思っちゃ、思っちゃうよね。お !15 になりました 水素のレベルが上昇したおめでとうだって。<laughs> 絶対何も起きてない。とりあえず設備見てみましょうか。うーん、何も解放されてない。同じだ。欲しいものもなんもね。なんか買っちゃうか。せっかく出した赤い方使う機会ないから赤い方使おうかな。シーラカンスとか置いちゃおうかな。俺レベルになるとシーラカンス海に追っちゃうもんね。 これで産んでくれよ。とんでもねえ魚産んでくれよ。来ましたと。この中にし、この親父、親父の中にシーラカンス置くと、なんだかシーラカンスが異質な感じになるよね。この親父たちが異質なのに。あ、すごい、追いかけっこしてる。待ってーってやってるもんね。すぐ飽きてるじゃないか。めちゃくちゃすぐ飽きてるじゃないか。親父鑑のこの不思議の乱のさ、やつ一体でも、ちょっと、 このケンタウルスっぽいやつとかもいるもんね。こういうやつを一体でも増やせたらまた動画にしようかなと。また自慢しようかなと思います。い <laughs> てことで <laughs>。ありがとうございました。バイバイブロッコリーおじさん。じゃあね。また会おうねブロッコリーおじさん。<laughs>